＆進行役の新井みなみです。どうぞよろしく。この名前でいいですか？はい、登録完了です。それじゃ頑張ってね。誇り高きミニ四レーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。Thank you.
まったく、大会だって聞いたからわざわざ来てやったけど、オフィシャルは誰もいねえわ。レイさんはてめえみてえな見たこともねえザコしかいねえわ。とんだ無駄足だったみてえだな。オフィシャルが誰もいないのは来た人間の誰もが思ってる。お前が僕を見たことないのも勝手だ。だが、だが、なんだ。僕をザコだと思っている大間違いだ。ザコにザコと言って何が違う。僕とお前は初めてここで出会った。だから少なくともお前はガンブラスターの力を知らない。実力のわからない相手にそういう口を聞くのはあまり利口じゃない。俺のマシンはお前より速いとでも言いたいのか。僕はお前ほど失礼な奴じゃないからな。思っていても口にしないぞ。いいのか。てめえの方こそ自分のレベルをわきまえずに下手なことで俺を怒らせない方がいいぞ。お前、グランプリレーサーか。それがどうした。そうか、グランプリレーサーといってもビクトリーズみたいなのもいれば、お前のようにレーサーへの礼儀も知らない三流もいるんだな。礼儀が良くて早くなりゃ誰も苦労はしねえよ。それに俺が三流なら、お前は一体何流だ。まあな、知りたかったらレースで確かめろよ。雑魚が調子に乗りすぎだぜ。そういうセリフはレースが終わってから言え。特別サービスだ。全力で相手してやる。ついてこれたら褒めてやるよ。最初の獲物はてめえだ。覚悟しな。ガンブラスターは止められない。なんだと。別に驚くことはないぜ。ガンブラスターの実力を考えれば当然の結果だ。やっぱりザコはお前の方だったらしいな。グランプリレーサーだけが速いと思ってる大間違いだぜ。俺に懲りたら、次からはもう少し相手を見てから強気に出た方がいい。負けるとその分惨めだからな。先に行かせてもらう。俺も次のグランプリに出場するつもりだ。お前もグランプリレーサーなら、俺とまた戦うこともあるだろう。リオン・クスコとガンブラスター。忘れてまた恥をかかないよう、しっかり覚えておけよ。久しぶり。元気だったかい。ああ、あの時は世話になったな。テレビで見たぜ、ワールドグランプリ優勝。やったな。ありがとう。でもたまたま運が良かっただけさ。リオン君もあれからガンブラスターの調子はどうだい。ああ、お前たちのおかげでな。タイプガンマも今のところ順調だ。父さんもやる気満々だし、
これなら次のグランプリは問題なく出場できるぜ。そっか、よかった。じゃあ次はリオン君たちも僕らのライバルなのか。あ、悪いが次の優勝は俺たちのチームがいただくぜ。楽しみにしてるよ。ところでお前もこんな怪しげな島にわざわざ観光に来たってわけじゃないの？え、うん。どう？確かに普通の大会じゃないと思う。ただ状況がどうであれ参加した以上僕は行けるところまで行ってみようと思う。そうか。まあ確かに僕もこういうのは嫌いじゃないしな。わからないことは勝った方が確かめるとして、ここは一発レースと行くか。僕もガンブラスターの力は気になるしね。いいよ。お前の持ってるニューマシンの性能も気になるしな。そっか、そういえばリオン君は知らないのか。バスターソニックをあの頃のソニックだと思わない方がいいよ。ああ、次のグランプリに備えてビクトリーズの力を測れるいいチャンスだ。お互い手加減はなしだぜ。うん、勝負だリオン君。ガンブラスターは止められない。なんとか逃げ切ったみたいだな。早い。直線スピードはゴーのビートマグナムも超えてるかも。ガンブラスターはこれほどのスピードが出るマシンなのか。危ないところだったぜ。さすがはビクトリーズのリーダー。いい勝負だったな。いや、僕の乾杯だ。バスターソニックならガンブラスターのスピードに引きを取らないと思ってたけど、まさかここまで速くなってるとは思わなかった。正直驚いたよ。まああの頃と違って GP チップの力をフルに引き出しているからな。速くなってて当然さ。それにガンブラスターもグランプリに備えて完璧に仕上げてきたからな。さすがだよ。僕のバスターソニックもまだ改良の余地がありそうだ。この借りは世界グランプリで返させてもらうよ。あ、次の勝負楽しみにしてるぜ。悔しいけど今回は勝ちを譲る。頑張ってね。